ションだけはデラックスでございません。はい、それだけが取り柄でございます。はい、今回もですね、先週に引き続き芸術の秋ということで、選手の皆さんに似顔絵を描いてもらいました。もうまた無理なお願いを聞いてもらっちゃって。今日はですね、プロ2年目フォワード片山栄一選手です。どうぞ。はい、芸術の秋ということで、はい、似顔絵を描いていただきます。はい、ちょっと今嫌な顔しましたいや、まあここでいい似顔絵を発揮して、まあ、いいセンスがあるなっていう風に認められたいと思います。自信がある自信があるっていうことですね。これ期待してるんですね。はい、頑張って描きます。気合十分の片山画伯、果たしてその実力は。ちなみに絵は得意ですか。絵は模写とか得意なんですけど、イメージは苦手なんで。模写、あのもう写すだけの、はい、その硬い仕事は得意なんですけど、はい、思い出して描くとか目の前に物がないとちょっとどうなるか分かんないですね。人っていう字書いたんですか。ちょっと、はい、髪の毛の方から。あ、髪の毛に特徴がある方なんですか。そうですね、ちょっと髪の毛にはいい感じに描けてるんじゃないですか。いい感じですか、はい、これは。はい、耳ありますし、しっかり耳はなんか絵お上手ですね。そうですかね。あ、やべ、めちゃかっこよく、ね、やべ、めちゃかっこよく、はい、はい、私もこの時点でわかりました。わかりました、はい、結構上手くないですか。上手いですね、これは。というわけで片山画伯渾身の作品が完成。おー、どうですかね、当てていいですかこれ。はい、あ、見せた方がいいですか。あ、じゃあちょっとお願いします。じゃん、完成しました。こちらが片山画伯の自信作。さあ、この選手一体誰だと思いますか。当てていいですか。はい、千秋選手。正解です。あ、もうありがとうございます。本当にそっくりですね。本当ですか。はい、センスが結構にじみ出て、あの溢れ出てました。はい、ありがとうございます。こだわったところどこですか。やっぱりまあちょっと髪が長めで、はい、こうちょっとここら辺が出てる感じと、はい、あとやっぱりトレードマークのヒゲですね。あ、はい、ちょっとでもさっきちょっとかっこよく描きすぎちゃったって言ってましたけど、結構かっこよくないですかこれ。そうですそうです、目はちょっとキリッとしてて、はい、はい、でもまあ試合中の、まあ、鋭い目はこんくらい、はい、輝いてると思う。なんと片山画伯は力強いタッチで試合中の目の輝きを表現していました。ちなみに何点ですか。いや、これはもう100点でしょう。おお、結構自分の中で納得できました。はい、確かに似てますもん。 ありがとうございます。そもそもなんで千秋選手にしたんですか。いや、まあ、描きやすいかなって思うというわけで片山画伯渾身の作品、自己評価は100点でした。こちらがその100点満点の似顔絵です。いや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 、千秋選手もっとワイルドじゃないですか。なんか少女漫画に出てくる主人公みたいですよね。輝いてましてね。ねえ、いやいや、まあ確かにね、あの似てなくはないですけどね。ちょっと不満そうですね、相川さん。千秋選手好きですけど、こんな美青年だったかな。いや、怒りますよ千秋選手じゃあ相川さん、はい、この似顔絵に何か賞をつけるとすると。わかりました、こちらでいきましょう。目が輝いているでしょう。どうでしょうか。そのままでしょう。第37節千円金沢戦は日曜日10月18日ホームシティライトスタジアムで午後1時キックオフ。スカパーからのお知らせです。スカパーではテレビ、スマホ、PC、タブレットでファジアーノ岡山リーグ戦を全試合生中継しています。ぜひこの機会にスカパーで応援してください。さらにスカパー J リーグ公式サイトではファジアーノ岡山のハイライト動画やニュースを無料配信中。ぜひチェックしてみてください。詳しくはスカパー J リーグで検索。